最近変なガチャガチャ回しました。ななみです。だと、アイス、バッドホップの、メガネの人です。ミンティアじゃなくてフリスクに変えました。ソウスケです。フリスクネオです。フリスクネオ。あ、はい。ということで。ちなみにバッドホップにメガネの人いますか？います。いるんですか？います、います、います。パーマの人っていうか、メガネの人たちが迷ったんだけど。あぶね。一人だけあれですね。入れ墨入ってない人っす。ああ、よかった。じゃあ、入れ墨入ってない人、派です。ねえ。ってなわけで。はい、ということで。月9見てますか？見てます。月9。見てないんだ、そうすけ。月9は何ですか、今回。なんか僕全部録画で貯めちゃってるんで、何、いつ何か分かんないですよ。目黒蓮。海の始あ、ま見り。てない。見てないんだ。見てない。辛いですよね、ちょっと今。悲しい話でした。今週のやつはもう悲しい話でした。なんかよくわかんないけど。あって。嫌 だなーって思いました、見てて、久々に。それ何言って。なんか座ってる餃子のマスコットなんですけど、なんかちゃんとお尻と足裏焼けてるんですよ。焦げ目ついてて。なるほどね。じ可愛ゃあ、くどないれだでけ出るのが謎じゃない？す。確かに。何なんだろう。でも確かに、どうやってんですかね。まあ、焼いた後に餃子は乗せてるじゃん。ただお尻と足は焼けてるってことは、プレートの上でその作業をしてるってことか。フライパンの上で自分もこう一緒に餃子と並びで、この同じ状態に移す、あ、焼けたなって思ったらこうやってかぶってるっていうことだね。いうことですね。はい。はい。そういう作品になっております。なるほど。ね、危ね危ね。やばい。ってことで、俺もね、この先日撮った大将くん。大将、座る大将くんね、座れるところを見せられる。座れるかな？座れる大将。おお、かわいい。で、まず大将。大将くん、そうですか、調べもしました。存じ上げないですね、ちょっあ、と。そう、ハムハム太郎。スター。ハム太郎。ムハム太太郎。郎は、わかんないですね。男の人たちがぐるぐる回ってるハム太郎しか知らないですね。え、知りません？なんか、野外フェスかなんかで、そんなの。ハム太郎の音楽に合わせてサークルで回ってる。見たことあるかも。なんかそれを見て、ハム太郎っていう名前を初めて聞きました。なるほどね。分かるんだ。なんかさ、そういう作品ってありました？そのちっちゃい頃に、なんだろう、なんか本当に子供が見るアニメみたいな。例えば、その、鬼滅の刃とか、呪術廻戦とか、大人でも見るじゃん。そういうんじゃなくて、ほんと子供しか見ないような、飼幼育。稚園の時は機関車と思ってた。それはでも世代変わんないんだね。トーマスと、あとなんだろう。僕、あれなんですよ。仮面ライダーとかあんま通ってこなくて、ウルトラマン。その戦隊ものにそんなに興味があって。なんで、周りが見てた、なんとなくは、誰が出てたとか、どんなやつだったかぐらいわかるんですけど、自分で見ようって思って見たことがそんなになくて。あそう。と、なんだろう。なんかでも僕、あれですね。動物とか、好きでした。アニメじゃないですけど。もうなん何？か、志動村。物。ああ、でもそういうのをずっと見てました。そう。じゃあ、例えばさ、まあ、多分全部知らないと思うけど、おジャ魔女ドレミとか知ってる？名知らない。前はわかりますよ。聞いたことあるけど、何なのかしら。プリキュア。
プリキュアめっちゃ見てます。プリキュアは分かる。プリキュアなんだ、だから長見になると。プリキュアと、あとアンパンマンを見る。ああ。なんか、しまじろうとか知ってる？しまじろうめっちゃ見てました、私。しまじろう見てたんだ。うん、見てました。そうなんだ。トリッピーとか好きだった？トリッピー。トリッピーじゃないけど、美味しいわ。好きなの。俺、アンチなんで。あでもそれでとあれなんだよ、あの E テレをは見てました。忍たま乱太郎とか、はい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 、おじゃる丸とか。おじゃる丸、ね、おじゃる丸ってまだわかんない。おじゃる丸その辺は誰推し。おじゃる丸はおじゃる丸誰推し。あのなんかあの変なあの長い帽子かぶった人。誰だ？え、おじゃる丸じゃね？おじゃる丸か。おじゃる丸じゃね？おじゃる丸。おじゃる丸。上席見てない。おじゃる丸でやっぱでも。おじゃる丸ってでもそんなキャラクターいましたっけ？薄井幸男。少なそうなんか。薄井幸男とかさ。あ、カズマいるね。カズマとか。あとあのフリーターの剣とかも。意外とそんなにいないだろう、絶対。フリーターの剣いるから。本当に？うん、ちょっと検索してならみ。フリーターの剣。でも、おじゃる丸はフリーターって言葉が知らないから、フラフラの剣いる。ほらほらほら、フリーターの剣いるじゃん。E テレ絶対フリーターとか使っちゃダメなのに、公共放送で。いるんだ。薄井幸男は、薄井幸男は、あのティーパックをその何回も干して使ったやつを干してもう一回使う。漫画家の志望、薄井幸男知らない？薄井幸男。まあ、薄井幸男じゃん。ああ、見たことあるわ。でもなんかあれですね、見てたけど全然覚えてないもんですね、こういうのって。まあ、確かにね。まあでも俺のが記憶は遠いからな、おじゃる丸。よく覚えてますね、すごい。すごい。まあ、茜派だったね、三人で。コーニメラでいいと。青部、キスケ、茜じゃん。マジマジここも覚えてない。これ、主要も主要よ。おやるまなーって言ってくる。茜、やべえ、なんもわかんねえ。ピー君、記憶じゃない、ピー。おじゃる丸見てるって言っちゃダメだったか。おじゃる丸、にわか認定されちゃう。うん、いや、おじゃる丸。俺、おじゃる丸ガチ勢だから。ガチ勢にキレられる、これは。キレた。危ないね。一番ね、ファンが過激って言うから、おじゃる丸が。家と釣ってくるかもしれない。本当に。みんな尺持ってこうやってくる。楽しいな。行きましょうか。行きましょうか。はい、行きましょう。起立、気をつけ、レイ、マルコのロングホームルーム。カズマはね、石が好きなんだね。ラジオは地方 FM でラジオ番組を持ちました。我々タフス UC が編集をしないように話すことに尽力しながら、リスナーの皆様にロングでホームでルームなお時間をギフトします。本編の前にお知らせです。我々東京外国語大学サッカー部はウェブサービスやスマートフォンアプリの開発などを行うギフト株式会社様からご支援いただいています。エンジニアを目指す方の学生インターンなどの募集を行っております。ギフトさんのホームページは概要欄に載ってますので、ぜひご覧ください。はい、さあでは行きましょう。今日のテーマは、お家の周りに欲しいものドラフトですかね。はい。はい、ということで。ということでね、皆さんちょっと、まずは考えてください。家の周りって結構、近いところに何かがあった方がいいなっていうのあったりするじゃないですか。ちなみに、ななみは、もうすぐ卒業します。
一応まだ実家の予定ですか、寮か実家かって感じなんですけど、トントンなんで、気が会社まで迷い中です。宗介もドイツでは一人暮らしだったけど、いや、ドイツホームステイです。あ、そっか、だから2人とも一人暮らしはまだない。まだないです。ないっすね。なるほど留ね。学中ぐらいしかない。あれなんですよ。例えば、ちょっと作業がしたい、カフェに行きたいってなった時も、なんかね、どこもいいとこあるし、ここはなって思うとこもあるんですよ。わかります？だから、スタバは Wi-Fi が優秀です。すごく。なので、サッカーの試合見るとかってなったら、サクサク回ってくれる方がいいから、優秀だったりするんですけど、まあ、何せ、まあ、単価も高いとか、あとは、コンセントがある席が、あんまりこう、居心地のいい席じゃなかったりするじゃん。ソファーじゃなかったり、テーブルじゃなかったりするので、隣の人が近かったりとか、っていうのがありますよねとか。じゃあ、コメダに行きましょうかってなると、まあ、コメダは基本的に、結構理想に近いっちゃ近いんですけど、まあ、ただ、まあ、ご飯食べたいなって思うと、なんか結構高かったりとか、まあ、しますというふうになると、なんか、どこも行っても、なんか、あ、ここはな、ちょっとこれがな、っていうものってなんか無限に出てくるんですよ。なので、私の家の周りにはこれがあれば完璧に生活できますっていうものを、ちょっとみんなで一巡ずつ行って、もし被ったら、チャレンジしましょう。じゃんけん。じゃんけんなんですか？じゃんけんどうやんだよ。くじ引きして、本当は。で、ベストな人を決めましょう。一番いい家周りを決めた人が勝ちということですけども。なんとなく想像つきます？これ欲しいな。れはやっぱあれですか。カフェはカフェでも結構店名まで詳しく。ああ、どうしよっかな。そのジャンルで行くか、店名行くかみたいな。なんかさ、ドラフトっぽい意味がなくなっちゃうよな。そのジャンルにしないと。確かに。ああ。だからそのスタバドトール並んでもなんか比べにくいから、ジャンルにしましょう。ジャンルにしましょう。難しいかも、結構。どれですよね、これ。もう1は決定じゃないですか。僕も決まってますよ。確かに。まあまあまあ、わかんない。まあでも、多分1は、それこそ藤浪とか大谷ぐらいの人気っすよね。いますね。きっと。清宮ぐらいっすよね、多分。のはずなんですよ。から、まあ、あえて別の子行くと。別に行くっていう手もありますよね。難しいな。ちょっと新鮮っすね。行きますか。これってあれっすよね、でも。誰かから行ってったら、後の人帰れるじゃないですか。だからそれはちょっと信頼関係にしよう。もう。なんか書いときます、どっかに。書いとく書いとく。俺が今メモああ。作っとくわ。いや、あれっす。みんな同時に書いて、どうする？それも信頼関係でやろうと思ってた、俺は。いや、違いますよ。別に、付箋とかちっちゃいのはあるんで。なるまあほど。別に、どっちでもいいっすああ、けど。OK。じゃあ、書こっか。書いてく。なんかに書ける？やめ。はい、書けます。OK。ちょっと待って。これ、本店しちゃうのかな。これはちゃんと書きましょう。ってことはね、そのほうがいいっすね。反転しちゃうか。これ、反転しない。いや、でカメラ。も、俺らからは大丈夫。その、ああ、なるほど、なるほど。こっち側からは大丈夫。自分だけが判定したんです。OK です。OK。よし。1じ巡目ゃあ、みんな第1巡目を書いてもらって。だ。難しいな。せーの、ボンでしょ。さあ、いけたら言ってくださいね。
はい、わかりました。いいです。いきますよ。よいしょ、いきましょう。せーの。あ、俺の名前消えちゃう。強すぎて、じゃ、なんて書いた？僕、スーパーです。あら、見えるかな。スーパーマーケット。俺、コンビニ。コンビニ、あ、コンビニ。よし。よし。いや、かぶるよな。いや、絶対そうだと思ったから。そうだよな。スーパー。うん、そう。報道で行ったのにな。で、ソースケのスーパー確定ね。よし。はい、スーパー確定。どうしよう、これどうやって決めようか。どうしよう。ね、どうしよう。じゃんけんできないですか。じゃんけんしようぜ。OK です。よ。最初はグー。じゃんけんぽい。もう負けたんだけど。負けたんだけど、マジか。ちょっと待って、やばい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 。本当だしね。いやー、ちょっとじゃあ、ナダミがコンビニ確保ということで。はい。でかいな。ただ、俺はここゆっくり考えられる。家の周辺でしょ？むずいな、そうなってくると。買うものでしょ？これはもうでも、むずいなぁ。いや、コンビニ、スーパー、おい。俺、生活ギビーじゃんよ。薬局。おぉ、いいですね。ドラッグストアにします。これって今更なんですけど、設定は一人暮らし設定ですか？一人暮らし設定です。一人暮らし設定。一人暮らし設定です。はい。ということで、ここまで決まりましたが。わ、マジか。次に考えてるみんな大丈夫？何にしよう。どうでしょうかね。どうしよっかね、マジで。あれも必要だよ。どこに書こう。決めた？まだ？俺の家の近くもうコンビニないの？コンビニないじゃん、うちの近く。決めた？決です。決めました。でも決めた？ちょっと待って、ちょっと待って、俺がちょっと悩みすぎてる。どうしとくか。いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。ちなみにコンビニだったらどこ派すか、どこコンビニがいいですか？セブンです。セブン。セブンか。ああ。そうす、僕はローソン派です。ローソン、ああ、確かにね。ローソンもいいよね。でも、コーヒーはセブンが一番美味しいです。うん、で、そう。まあ、なんか何しに行くか、何買いに行くかによりますけど。おにぎりは？おにぎりは、あ、でもおにぎりもセブン。まあ、ないそうな気がする、うん。サンドイッチローソン。美味しいです。あ、そうなんだ。食べたくない。あ、でも、ファミチキとかはファミマ行くかな。あ、ファミチキ食べたいときは、うん。ファミチキはファミマでしょ。決まりました。はい。いきますよ。はい。せーの。はい。あ、あ、お前、そうで、お前。生活インフラ、お前、駅、俺、お弁当。インフラすぎる。
駅。いいな。何見える。ファストフード。ああ、なるほどね。うわ、うわ、マジか。取られたわ。なるほどね。なんてこいつお前、駅やば。いや、大事でしょ、駅。いや、マジで見落としてたわ。やば。近い。大事だわ、それは。駅近。いや、もう、花見が。駅近。本当に。やばい。やば。ホットモットのイメージで置いたんだけど、俺は。え、いいな。駅近くてスーパー近い。いや、めっちゃいいな。マジか。駅やば、マジ。スーパー駅。コンビニファストフード。ドラッグストアお弁当屋さん。なんかちょっと色って、この辺からでも次ぐらいからね、色んでますけどね。大丈夫ですか？あ、次が難しいな。ここ2つは俺結構硬いなって思ってたんですよ。ここからだな。生活をね、したいよ。生活か。むずいな。別に、あえて固有名詞でもいいから。ああ。あえて固有名詞。なんだろう。いい生活を送ろう。いや、ちょっと変えよう。これなんかちょっと。寝てる。よくよく考えたらラジオじゃなさすぎるな。ただ遊んでる。書いてるってでも全然違う。あ、でもな、ちょっと買いたいな、さすがに。やばいな、スーパー駅か。いや、コンビニファストフードも実際と強い。実はですよね。うん、一人暮らしって考えたら。だから何がこの後半戦は、多分、ちょっとこう、まず体に悪いから、そのバランスを取ってくるんじゃないかという、その生活の。すごい、不健康な。そう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 。不健康。生活になりそうですよね。コンビニファストフードだと。え、やばいよね。どうしよう。いける？いけます。ね、いくよ。せーの、はい。ラーメン屋、俺無印。お、JU ユニクロ系の。あーい、ね、あー、取られた。発想は一緒だったね、俺とね。ですね、一緒ですね。そうだね。なるほどね。お、ちょっと、これはラーメン屋はないんだ。ラーメン屋はどうなんでしょう。なんか部活生っぽいな。ラーメン。いや、なんかそのスーパーで自炊をすることをメインで考えて、でもたまに悪いもの食べたくなるときってあるじゃないですか。悪いものっていうか、そのがっつり行きたいときってあるじゃないですか。そういうときに、いや、ファーストフードか迷ったんですけど、最初はなかったんでラーメンにしよう。なるほど。ななみはこう、ユニクロ GU 系、もうこれ、いいのは。どういうことですか、これは。これは、まあ、社会人になったりとかって考えたときに、なんかちょっと、急になんか必要になっちゃったりとか、急になんか足りなくなっちゃったりとかってなったときに、やっぱ使える、すぐなんか、いつでも使えそうなやつとか持ってたりしたら、あったり、すぐ買いに行けたら、ね、便利かな、みたいなのが思って、はい。ありますよ。だからさ、この急にさ、そういう類のものがさ、必要になったりすることはさ、なんか意外とあるからさ、これ系欲しいよね。そう。欲しいですよね。で言うとさ、一個さ、名前は出さないけどさ、何でも揃うさ、その最強の建物あるじゃん。ありますね。さ、唯一さ、家の近くに置きたくないくない？あれは。わかんない。違うっていうか。想像してるものが一緒かな。え、俺、持ってるのと違う。かな。やっぱ家のちょっと家から徒歩もうほんとすぐだったら、
多分俺の今想像してるものは置きたくはない。え？マジかな。そこにあの生きてる人がやっぱその近くにいたらちょっとやる。ああなるほどなるほど、分かった分かった分かった。そうだよね、ああそういうことか。うん、うん、あ、まあ夜とかうるさくなりそうだよねってことですよ。うんうん。気がするので、ここは あえてそこを外しました感じなんです。なるほどなるほど。まあ、あれもまあ便利、ね、便利なんですけど。めちゃめちゃ便利です。はい。なるほど。駅、スーパー、ラーメン屋、コンビニ、ファストフード。うわ、コンビニ、ファストフードさ。で、GU ユニクロでしょ。伊藤洋華堂じゃん。確かに伊藤洋華堂。伊藤洋華堂って書いたら解決する可能性あった。やばいやばいやばい。いやいや、百貨店って書いてある。確かに。4個目じゃちょっと考えますけど。4個目ですよ。そろそろ、なんか、あれっすよね、多分。個性出てくるよな。趣味とか、そっち系に行けますよ。でもよく行くとこでしょ？これはあり。決めた？OKです。よし、じゃあ行きましょうか。せーの、はい。大きめの本屋、これ映画館。ロフトで。あ、ロフト？ロフト。ロフト？本当に伊藤洋華堂。マジで伊藤洋華堂。武蔵境想像してない。大丈夫？武蔵境の洋華堂。やばい、たまたま揃っちゃった。どうぞ、好きが？大きめの本屋です。本屋、ね、うん、あったら確かに。なんかあの、2、3階建てになってて、はいはいはい、はい。あの、本コーナーと、なんかその、文房具とか、うん、手紙とか、ノートとか置いてるって、一番上、その、ちょっと別の雑貨みたいな。はいはいはい。感じです。吉祥寺のさ、コピスかなんかの上のさ、2階建ての本屋あるよ。ありますね。なんかそのイメージです。駅ビルのどこについてる大きめの本屋をイメージして書きました。はいはいはい。なんかニコ玉の地下の本屋とかもなんかでっかくてよかったな、結構、うん、なるほどね、いいですね。で、私映画館ですね。確かに最後、まだ来ないかなと思って残してたんですよ。ああ、なるほどね。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。これ、取られたって思って。家の近くにあるとさ、その、よく行けるじゃん。うんうん。だからその、レイトショーみたいなものにさ、行けると、空いてるときに、去って行って、去って帰ってこれると、その、なんだろう、あの、調布とかだったらまだやってんだよ、遅くても。けど、なんか、うん、結構遅くにやっててくれると、例えば新宿でさ、3時とかもあるんだよ、多分探せば。3時、終電待ってる人が見てるみたいな、レベルなんだけど、そういうのだと、帰ってこれないって嫌じゃん。だから、家の近く映画館は結構でかい気がしますね。でもロフトは、ちょっと俺ロフトわかんないんだけど、欲しいか？いや、完全に自分のあれですけど、うん、あのコスメ買いやすいのと、あとなんかちょっと、なんか人にちょっとあげるときとかに、なんか直前まで忘れてて、明日ちょっと会うのに渡したかったなとか、ちっちゃいタンプレみたいなとか、急にやば、買わなきゃってなったら、あったらちょっとありがたいなっていうふうに思って、ありました。めっちゃ伊藤洋華堂だったやだ。ロフト行く？あ、行きますね、でも結構。あ、行くんだ。なんか、なんだろう。
シャンプーとか化粧水とかはロフトで買ったり、あの予備校の近くにロフトがあって、基本その暇な時間はずっとロフト行ったりして、なんかそのそれこそペンとか何でもあるんで、ロフト雑貨系はずっとブラブラしてたような気がします。結構それ、そうですよ、タンプレとか高校の頃の友達のタンプレみたいなのはちょうどコスパもいいんで、ね、ちょうどいい感じ。どこロフト行く？どこロフト行く？僕は横浜ですか、ね、横浜か町田のロフトはよく行ってます。ななみどこ？私錦糸町とか行きます。錦糸町ロフトなの？ハルコの中にあるんで。はい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 、はい、なるほどね。あと渋谷のロフトめっちゃ大きいっすよね、うん、無印とくっついてったでしょ。あ、そうですね、地下で。ここも行くわ。ロフトもまあ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 、家の近くにいるか。いりますよ。OK 。じゃあちょっと、第5巡目いきましょう。いや、ちょっと待てよ。何個かあるんだよな。これちなみに何巡目まで行くとかっていう、大まかな見立てあります。何巡目ぐらいまで行きますか。ああ、5でいいんじゃない？次でいいんじゃない？次で終わり。お、うわ、どうしよう。そうすると重要だな。そうなんだよね。多分次ぐらいだと思うんだよ。なんだろう。いや、ちょっとちゃんと考えよう、ここは。3択。3択なんだ。うん。いやー、ちょっと待って。いい生活したいよな。自分のも、ちょっともう一回おさらいしておきますけど。はい。そうすけ、スーパー、駅、ラーメン屋、大きめの本屋。欲しくないんすよね。ななみがコンビニ、ファーストフード、ユニクロ GU、ロフト。俺、ドラッグストアにお弁当屋さん、無印に映画館。うん、なんか、ソウスケのスタートの割にはなんかそんなに微妙な感じになってない？そうなんですよね。なんか楽しくない。ねえ、なんか。から、どうしようかな。で、伊藤洋華堂作ってる人いるし。こいつ5番目銀だこだろう、絶対。絶対書かない。最後がペッパーランチだろ。武蔵作家になっちゃう。え、なんだろうな。なんだろう。難しいの。ちょっと、エンタメ性も欲しいよ。え、1個めっちゃ欲しいのは思いついたんですけど、本当につまんなかった。いや、てか今パッて一番その家の近くにあって嬉しいものってなんだろうって思ったらこれだったんですけど。そうなんだ。でも年に1回ぐらいしか使わないし、年に1、2回しか使わないけど、家の隣にあったらめっちゃ便利。お、なんだ。でも多分いいつまんない。本当にあったところでみたいな。え、なんとなく俺想像つくかも。なんとなく言ってることはわかるかも。俺もちょっとファッと思いついた。ちょっと後で確認しようかな。OK です。まあ、それかは書かないんで。ですよ。むずいな。決めました。また？なんか社会人になって欲しいものを書きました。
そっか。ああ、ごめん、今俺、成城石井ってなそうだった。スーパー取られてたわ。スーパーっすよ、成城石井は。よいしょ。気持ちいい？決めたわ。ちょっと待って。あ、完全に。今ラジオにあるまじき無言タイム。無言タイムですよね。喋んなきゃなんか。30分生放送だったら終わってる、こんなの。終わってますよ、もう。よし、決めました。よし。せーの。はい。バー。おお。サウナ。イケアです。バーですか、ソウスケ。バーですね。なんかその大人になっ、いや今じゃないですよ。大人になってその社会人3年目とか4年目とかの時に、そのさっきの映画館じゃないですけど、なんか終電とか気にせずに、その夜一人で最後入れるような、まあバーでも居酒屋でもいいんですけど、なんかその一人で飲みとかご飯とかって行けるような、なんかそのところが近所に1個あったらちょっと楽しいかな。それ以外面白くなかったんで、僕のなんかあのすごい、なんていうんですかね、実用性の高いのばっかだったんで、ちょっと遊びがないなと思ってバーにしました。え、なんか無理やり洋歌堂外してない、大丈夫？え、私もその温泉サウナと迷ったんですよ。温泉あ、そう。と迷って、もうイケア結構なんか回るの楽しくないですか？なんか だから休日とかフラって回れたら、あのイケアのご飯とかたまに食べるの楽しいし、じゃあソフトクリームね、ソフトクリームとか、そう、欲しいかなと思ったので選びました。近くにあったら便利は便利だよな。うん、そう、家具とか、こそちょっと模様替えしたいとかって言ったら、買いやすいしなんて感じです。なるほどね。で、私めが、温泉サウナですね。これはさ、欲しくない？いや、今、あの、全然抜けてました。あ、本当に？言われて、ああって、銭湯とかあったら、うん、いいなと思いました、ね。保険内にあったらさ、めっちゃいいよね。めっちゃ嬉しい。俺はもう一個本当は迷ったのは、なんかあの健康志向ご飯、なんかサラダ屋さんとかあるじゃん。ああ。はい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 。なんかその健康のための食べ物みたいのがちょっとどっちかめっちゃ迷ったんだけど、本当はなんかさ、なんか今あるよね、サラダなんとかみたいなさ。ありますね、サラダ専門店。ね。サラダ専門店欲しいなと思ったんだけど、ちょっと温泉サウナの価値というって。やっぱ、練習終わりとか行きたいしね。うん、そうですね。ちょい遠い。本当はね、空いてるっていうのつけたいんだけど。確かに。大体混んでますもんね、とこ。そうだね。マジ混んでるからさ。っていうのはあるんです。ちなみに、そうすけさ、その、1、2回って迷ったのさ、あの市役所。はい。だよね。あ、だよね。そう、俺もそれはめっちゃ思った。市役所近ければ近いほどいいなっていう。まあ、手続き系ね。さっと行きたいよね。なんかこの待ち時間とか家で待ちたいもんね。いや、あと今一個抜けてて、ジム欲しいって思いました。まあそう、俺もそれは一個思った。それジムが家の本当近くにあったら、まあまあ、まあ多分ソースケとかは特に。いいよね。そうなんですよね。学校でできる人たちは、その学習編の人はいいんですけど、今だったら。僕とか、その家の周りにジムがなくて、チャリで10分15分かかるんで。ラーメン屋入れてる場合じゃねえだろ。ラーメン屋だったな。なるほどね。他になんか、まあ、実際さ、カフェ入れる人いなかったの？カフェか。なんかあの一人暮らしっていうのを考えたときに、一人だ
家で作業できるかなって思って。あ、なるほどね。ファミレスもなかったね。人気そうだったけど。ファミレスとか上位で出るかなと思ったけど、出ませんでしたね。あとなんだろう、なんか、頻繁に行くけど出てないもの。まあ実際さ、まあ、松屋とかあったら便利だよ。そうですね、牛丼チェーン系1個あったら。まあ、ファストフードか。まあ、ギリそう、ありますよね。ななみの家の周りにいっぱいあるわ。やった。あとなんか、例えば、公園とか。欲しい、家の近く。逆にね。でも欲しいかも。僕、結構家の周り公園多いんで。あ、そうなんだ。なんか、ちっちゃい頃とか楽しかったですけど、まあわかんない。社会人になって一人暮らししてるときに、どんぐらい需要があるかわかんないですけど。なるほどね。え、じゃあ、海。海は、まあ欲しいですね。欲しいけど、別に、いいかな、俺は。確かに、どうだ、俺も東京の海嫌だからね。あと何だろう。ちなみに、その女の子なら。自販機。自販機。自販機使うか。コンビニあればいい。コンビニあればいいんですけど、なかったときに自販欲しいな。だからさ、見ていくとさ、どうですか、この周りのみんなのやつ。あんま女っぽい感じなかったですよね。なんか女の子特有のやつあんのかなと思ったのに。あ、眉毛サロンとか、まつげパーマとか。一応これ送りましたけど、今ちょっとみんな見た。来た。どうですか。あ、でも、今思ったのは、僕今、行ってる美容院が徒歩圏内なんですけど、ああ、でもちょっとそれあるかも。結構便利っすね。その予約時間の5分前ぐらいに家出て、終わって5分で帰ってこれるんで、楽しいっていうか、普通に楽っすね、それ。確かに。それはあるわ。あ、予定決めやすい。すごい予定が決めやすい。確かに。いや、それでかいわ。ちなみに、大学はどう？二人ともそれなりに距離あるけど。大学が徒歩圏内は、その想像してみるとどう？いや、いいなと思いますよ。4年間。けど、どうなんだろう。慣れちゃった。ね、慣れちゃったりとか、なんかちょっとプライベートと大学の、その境目があんまない感じになっちゃうから、なんかちょっと分けたいなってなった時にきついかな。私生活とか全部確かに見やすかったりとかしちゃうから。なんか僕とか結構その一人暮らしの人の家行ったりしますけど、自分が逆だったら来てほしくないからあんまりの、なんかわかんないですけど、ちょっとあれっすよね、多分。合宿、毎日合宿やってる感覚っすよね、多分。ああ、そうなんだ。わかんないけど、練習終わった後、なんかそのままみんなで帰って、5分とかで部屋戻って、部屋もちっちゃいじゃないですか。基本、一人暮らしとかだと。って考えると、なんかその、ちょっと、あれっすね、やっぱ距離が欲しいっていうか、プライベートが、ないのかな。その通学時間って何してる？ダウンロードした映画か見てます。ドラマとか。そうですね。映像を見るか、なんか課題が多いときは課題やるか、本読むか、その辺ですか、寝るか。そうだね。はい、睡眠も大事。そうすけのがめちゃくちゃ長いもん。そうすけね、でも僕乗り換え多いんで、ああ、そっか。あんま落ち着かないの。何なり1時間ぐらいだっけ？そうですね、1時間半ぐらいですけど、私はその総武線乗って、中央線乗って、
玉川線なんで、一本一本が長めなんで、30分、30分とかで乗れるから、そこは落ち着けますね。俺さ、そのめっちゃ近いの嫌なんだよね。自分の行くとこと、あの遠いのも嫌なんだけど、遠いのも嫌なんだけど、30分から20分がいい。10分から30分の通勤時間は、あの欲しい、基本的には。パッて着くの嫌だし、なんかね、一番こう、なんだろう。想像力の出る時間だよね、あの時間が。伝わらない。なんかその朝の。朝なんか考えながら、20分、30分で、俺、練習メニューとか結構そこで考えるの。その時間がマジで一番浮かぶから、移動中。から、必要なんだよな。だから、すっごい近いのは、嫌だなと思うし、やっぱその、選ぶ人が、でもあれ選ぶ人はさ、そもそもあの場所に家を選ぶ人はさ、いいんだよね、別に気にしないから。そうですね。そもそも外大の周り絶対嫌だろ。なんもないですからね。本当に。いや、あいつらどうやって生活してんの、マジで。え、あれっす、でもそれこそ、なんかイトーヨーカドーかなんかできるみたいな。あー、でもさ、あ、外大の周り。まあ僕ら関係ないですけど。ララポができるんで、ね、ララポか。ララポ。でもさ、ララポできたら結構しんどいと思うよ。うん。ララポできた後のちょっと学生生活、結構嫌になる気がする。確かに。なんだ。あの広い道路さ、車バンバン通るようになる。うん、あの今、ね、どこも通らないじゃん。あのでっかい道路。アジスタの前の横の道路は、と、こっちにはほぼ車来ないじゃん。うん、あそこを多分ビュン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 通りになるから、うん、それは嫌かも、うん、嫌な気がする、うん、まあまあそんなこともある。どうですかこれ、誰が優勝ですか？ちなみにじゃあこれ、じゃあ一人一票ずつ人のに入れましょうか。はい。でもちょっと待てよ。じゃあ、自分の良さをちょっとプレゼンできますか？自分の理由。自分のこの家の周りでどのような生活ができる？僕はやっぱり一番推しは駅が近い。あ、じゃあ、スーパーとかももう持ってるから決めていいよ。例えば、もうスーパーこれみたいな。ああ、OK。おーい！ずるいって。すごい。オーケーです。ずるい。オーケーはやっぱなんかこれオーケーの人見ててほしいんですけど、やっぱ安いで物がたくさんある、品ぞろえがめちゃくちゃいいで、パン屋さんとかもついてたりするんで、オーケー、まあスーパーオーケーです。で駅は。ごオーケー。来年ぐらい OK さん、ここにぜひ。ここにこれ見てたらお願いします。カツ丼307円だからね。ビビるよ。ここに鎖骨スポンサー OK でいきます。いいね。何でもね、いきます。で、駅、まあ、駅は、そうですね。希望的には、まあ、2路線通っててほしいですね。なるほどね。JR、JR と私鉄、一社ずつ、うん。ちょっと新宿とかまで行くと大きいんで、まあ、吉祥寺ぐらいかな。はいはいはい。吉祥寺とか明大前とか、あの辺がいいっすね。何ってこいつ。ラーメンは家系、ご飯無料。おー今夜は有林堂っすね。あー、いいね、有林堂。カバーもおしゃれなんで。確かに確かに。で、まあバーはちっちゃいこじんまりとした個人経営のとこで、
ちょっとおじさんがやってるですね。なるほど。あんまりそうしたんな感じで。そう聞くといいな。そう聞くと今のよかった。ななみはどうですか？コンビニはセブンにします。で、じゃあファーストフードは2店舗決めていいよ。全部2店舗決めて、ちょっと選択肢多すぎるから、1個じゃちょっとかわいそうだ。ハンバーガー界隈だったらマックにしときます。はい、で、牛丼の人、どうしようかな。すき家にしますじゃあ。ああ、どうすか。どうして、これどう、ファーストフード2店舗。マックはいいと思います。マックはやっぱ安いし、そのカフェ利用ができるじゃないですか。そうだよね、コーヒーとかで。なんでまあマックはいいですけど、僕牛丼はそうですね、吉野家派です。吉野家派か、外した。え、ケンタッキーじゃない？違う？いや。ケンタ高くないですか、ちょっと。うん、高い。あ、そう。ケンタは、なんか僕のあれですけど、ケンタはその家の近くにはいらなくて、帰り道の途中に会って、そこで買って持って帰ってきたい。なるほどね。だから、あれなんだよな、なんかさ、温度一番保ちたくない、ケンタッキーが。あ、高いうちに食べたいですね。まだいいから、なんか近い方がいいなと思っちゃうんだけど。なるほどね。はいはいはい。他にファーストフード、まあそんなもんか。そんなもん。そうですよね。そんなもん。ミスドとか。ああ、そうだね。そっか、ミスドもそうだね。そう、ちょっと俺ミスドはシンプルに入れようか迷ったんだよ。ミスドで。ミスドで。ミスドで。確かに。ミスドもありだよな。ミスドいいよな。いいですね。うわ、どうしよう。ミスドコーヒー。もう変えられません。ですよね。ごめんなさい。ミスドコーヒーお代わりできるか。おマックとすき家で、じゃあそれでユニクロ GU、そうですね、これ選ばせる、そうすけ、ユニクロと GU 選んだ方がいいじゃないですか。ユニクロと GU これは重要かも。待ってやばい、どうしよう。でもちょっと社会人ってことを考えたらユニクロにしときます。あー、どっち、どいい、そうすけいいの。僕もその考えでした。で、GU の方が学生目線だったら GU の方がいいかもしれないけど、うん、そのちょっとフォーマルな感じだったらユニクロの方が幅広いかなと、ね、あ、そう、俺 GU 派だったわ全然。今の考えたら GU なんですけどね、ちょっと将来を考えたらユニクロになる。確かに確かに。で、ロフト、イケア。で、イケアはあの休日のちょっとした楽しみ、イケアというか。え、イケアはさ、そのどっちタイプ？あのさ、渋谷とかにあるタイプのイケアあるじゃん。あ、ありますね。こう、キュッっていうイケアと、もうあの、バカでかいさ、あの、もう車で行くようなイケアと。うわ、どうしよう。どうしよう。でも家近かったら、家具買ったら持って帰れたりとかするじゃないですか。うんうん、なんか配送とか使うの。あ、そしたらバカでかくてもいいのかなって思ったり。なるほどね。なるほどね。そっか。バカでかい家ね。立川かな、多分一番でかい。あ、そう、立川はあります。ああ、立川にあります。なるほど。なるほどね。バカでかい家だと別に遠くてよくないと思うけど、そんなことないですか？いや、俺も思いました。そ、今めっちゃ思った。車。車は近い方が絶対いいよな。遠くてもいいよねって思ったよね。家近いのはちっちゃい方でいいなって思いました。俺もそんなさ、言うことないんだよ。ドラッグストア、別にドラッグストアとか何でもなんかある？これがいいとか。ウェルシア。ああ。月夜、どっちがいいのかな？月夜、ウェルシア、ここからファインとかあります。そうだよね。ウェルシアにします。なんか、あの、そこで文房具とかも買えるじゃん。
なので、基本生活するものはドラッグストアで、最低限の食材も手に入るじゃん。卵。いけるので、大体いけます。で、ホットモットーがあります。閉店10時で。10時閉店で。ちょっと頑張ってくれるタイプの ところなので、多分食事は困りません。うん、今、無印も、広めの、広めの、ワンフロア無印の意味ですね。ぐらいの。だいぶちゃんと無印が広がってます。映画館も夜までやってます。深夜もやってます。映画館は、大きい映画館ですか？どんぐらいのサイズですか？どこだろうな。吉祥寺だとしょぼすぎるから。やべ、こんなこと。府中ぐらい。府中とか。府中の映画館わかんない。府中え、シアター何個付きか。5個ぐらい。ああ、まあまあ、でもそう。まあ、中ぐらい。中ぐらい。でかすぎる感じではない。ぐらいのところ。で、温泉サウナも、食べるとこもついてる。寝るとこもついてる系ですね。はい。で、まあ、12時閉店ですね。ああ。いい。ですね。はい。にしましょうか。はい。こんな感じですので。人のに入れましょう。人のに入れて、はい。どっちかなぁ。どうしよう。よし、俺は決めましたね。決めました。はい。じゃあ、誰か行こう。ソースケ。あ、じゃあ、俺から、俺、ナナミソースケ行こう。はい。よし。俺は、ソースケです。私もソースケ。ああ、もう優勝じゃん。ちょっと待って。これは、大事だぞ。あ、そっか。2位を決めるのか。はい。ななみさんっすね。嘘でしょ嘘でしょマジで俺、ななみは負けないと思ってたわ。マジでなんで、なんで、なんでよ。いや、うん、こっちから行きますか。いや、ちょっとそっから行こっか。すっごい迷ったのは映画館だったんですよ。うん、映画好きなんで、映画館は熱いなと思って、でもそれ以外はもう完全にナナミさんの勝利なんですよ。あ、そう。マジかよ。てか、なんか食のレパートリーが少ないな。まあ、そうなんだよね。そりゃそうなんだ。確かに。コンビニ行って、あと、ハンバーガー、牛丼は、ちょっと、熱いな。少ないですか？いやいやいや。でも、やっぱでも安くて、うん、そうですね。まあでもお弁当屋さん、でもなんかお弁当屋さんってあれじゃないですか、そのものは違えどなんか味って割と雰囲気が一緒じゃないですか。そうだね、そうだね。だからなんかその味変したいときに他がないなと思って。よく考えたらその外で食うとこないな。お弁当屋さんも確かに。嫌になっちゃう。確かに。あとはもうなんか、ロフトと池、もう強いな。マジで何でも揃うの。感じです。なるほどね。そっか。ななみはどう？そうするにしました。やっぱ駅あるの強いなって思って。そっちか。そこかい。それかいよ。いや、結局駅近が一番、私の家駅からちょっと遠いんですよ。そうなんだ。強く歩くんで。そこ結構不便に感じてるんで、現状なので、駅近はマジで魅力的だなと思って。マジそこです。そこと時点でスーパーです。そうなんだよね。俺もね、
オーケーで負けたわ。オーケーが強い。オーケーあるんだと思って、それはちょっと負けたね。いやそうね。本屋いらないけどな。本屋はいるでしょう。これは本屋いらないわ。本屋ラーメン屋はいらないんだよ。だから1、2個目で勝ってんだよ、宗介は。まあまあまあ。やっぱあのコンビニ争いに入っていかなかったっていうのがでかかった。ね、ああ、逆張りがもう成功してるね。宗介は逆張りがいい子方に出ることある。逆張りでもないっしょ。確かに。全然スーパー必要ですよ。ということで、優勝は優勝どうすけ2-7ビリオレということではい、ということでエンディングに行きます。どうも、新しくマネージャーになったルリです。10秒間スピード自己紹介します。名前、生年月日、好きな食べ物、好きな色言います。いきます。大山ルリ、2005年9月18日生まれ。好きな食べ物は赤、好きな色はハンバーグ。あー、逆逆。はい、ということで、ちょっと家の周りに欲しいものドラフトということで、そらソースが優勝しましたが、どうでしたか、ソースキー。まあ作戦勝ちですね。スーパーがね、そのやっぱり競合、コンビニ競合は分かってたので、うん、そこをあえてやっぱりスーパーにするっていうのを勝った要因かな。これでもさ、聞きたくない、他の人の意見も。確かに聞きたい、ね、ちょっとこれ聞きたいよな。コメント欄で。そう、マジさ、でもさ、結構ちゃんと部員でも見てくれる人いるのよ、ちゃんと割と。見るぜと、まだちょくちょくいるじゃん。あ、コージとかも割と聞いてた。その辺に聞きたいんだよ、もし見てくれたら。じゃあぜひ教えてほしいですね。これ実際俺なんじゃないっていうのもあるしな。いやー。まだずるいぞ、コンビニとスーパーあるから。売りすぎるって、コンビニとスーパー。なね、という感じでしたので。あ、まあ、でも、よかったな。こんなのまたやってもいいかも。そうですね、楽しい。他の人のも聞いてみたいです。うん、ラジオじゃなさすぎるっていう問題だけ。それがちょっと無言タイムができた。あと俺は多分画面からこうアウトしてる時間。消えてた消えてた。はい、という感じですね。じゃあ、そうですね、最後、あれ。はい。誰を、ナナミの次のここの自分の役回り、誰が見てみたいと。誰だろう、なんか同期がだいぶ減っちゃったんで、うん、難しいですけど、あんま知ら、俺が知らない人の方がいいってことですね。でも聞いてみたい人、同期の中でもこれ言ってくださいよってのがあれば、うん、おー誰だろうな、あ、でも全然同期じゃないですけど、やっぱちょっとユータにそろそろ登場してほしい。人気だよね、ユータね。ユータ、まあやっぱり一番やっぱそのタフス FC でやっぱ関西の血が一番濃いじゃないですか。大阪は一人ですよみたいな。大阪はユータ。そっか、ちょっとおもろしろそうなんだよ。にじみ出てるじゃないですか、あの面白さが。あとは、あと強制とかも聞き。あ、強制いいよね。強制はなんか熱く語ってくれそう。その今日のテーマでやってほしい。絶対コンビニいらないとかって言い出しそうだから。言いそう。確かに、一番あいつ負けたがらないもんな。うん、じゃあその辺こだわり持っていってくれそうなの、ちょっと面白そうです。確かに、なんか、あ、いいかも。
強制とちょっとゲーム形式やるのはちょっと面白いかも。あしかもナナミの方がいいかも。マナより。そっか、同キャリーは。おもろいかもしれない。いいね。おもろいかも。じゃあ次そのあたりですか。ナナミとユータと俺。どういうことかな大変だぞ。その、ユータは多分さ、相手が誰かでさ、結構喋る喋んないが分かれるから。うん、俺とナナミだとまあ喋んない。喋んないかも。俺とナナミが、うわ、ユータ大変だなって思うかもしんないけど、多分ユータが一番思うと思う、多分。ユータが一番なんかこう力入れてくるんだよ。確かに。なんか今のやつもうちょっと人数増やしてもいいんじゃないですか。確かに。ゲームとかで4人とかだったら。確かにね。それはそれで面白いか。確かに。そこに思いついたら、その間の埋め方だけね、ちょっと考えて。そうですね、課題。ゲームマスターみたいな人がいると。ないんですけど。確かに。うんうん。はい、はい、じゃあということで本日進行を務めましたナナミでした。やばい。ビン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 セミです。わかんないもう優勝したんで今日は気持ちよく眠りたいと思います。ソウスケでした。次回サンマを食べよう。